はいどうも一般人でーす。ね、皆さんねゴールデンウィークねいかがお過ごしでしょうか。というわけでね、まあ一般人はね、まあやっぱりね結局のところね、YouTube の撮影で、全部ね編集と撮影でゴールデンウィークはね全部終わっていくような気がします。というわけでね、今回紹介するっていうか、やってみようと思うのは、これ辛いラーメンあるんですね。赤辛、名古屋名物赤辛とか、他にもねいろいろ辛いやつをね集めてみました。これはねあれですね、CM とかでやってるね、クッタのとても辛いですね、とても辛いとか、あとね他にもいっぱいね買ってきました。まあね、一般人の給料はこれに消えていくのかっていう話なんですけど、これね、なんて書いてあるの、韓国語でよく読めないんですが、よっぽきです。これもね、なんか超辛って書いてあるんで、めちゃくちゃ辛いと思います。ちょっとね、一般人そんなにね辛いのっていうわけじゃないんですよ。普通に一般人の舌で食べた感じでどういう味なのかね、ちょっとね検証してみたいと思います。まだまだねあります。続いて登場するのがこちらです。これ何、マーラー、マーラーって読むのかな、これシビウマとか書いてある、ね、シビウマってなんだ、ちょっと聞いたことないぞ。ちょっとね漢字がちょっと読めないですね。このあたりこういう風な漢字が書いてあります。これね、これも結構ね辛そうな感じですね。あ、上にこういうねビリビリオイルが入ってます。多分これ入れれば入れるほどね辛くなるやつですね。他のやつもねまだ買ってきました。今度はこれ、唐辛子麺。今日は何から、あ、やっぱりねこれも辛さを選べるような感じで、上にねこういう風なパウダーですね。これ辛さ調整パウダーがねこういう風に入ってます。これね入れれば入れるほど辛いんですが、まあとりあえず一番辛いので一般人で食べられるかどうかっていうのをね調べていこうと思います。まだあるんですね。なんでこんなに買ってきたんだろう、これ。はい。じゃあ、今度こちらです。ペヤング、焼きそばの激辛ですね。辛さマックスって書いてあります。マックス。辛味が強いので、小さなお子様や辛味が苦手な方は、ご注意くださいとね、下に注意書きが書いてあります。そして最後が、これです。あ、逆だ。これです。ペヤングのね、焼きそばね、激辛マックスエンドです。どうでしょうか？やってみましょう。じゃあね、最後のね、この、激辛マックスエンド。ちなみにね、これ、同じような感じなんですが、ちょっとね、どっちが辛いのかね、俺もよくわかんないです。なんでね、ちょっとね、食べ比べをね、やってみたいかなって思います。で、一応ね、あとこれで、あと番外編。番外編、お菓子。これですね、闇に包まれし唐辛子とか書いてありますね。これね、お菓子なのか何なのかわかんないですけど、なんかね、その唐辛子をね、こう輪切りにした感じのね、お菓子みたいです。もう、唐辛子ってそのままね、書いてありますね。超魔王ですね。なんだ、超魔王、異縁、激辛、超魔王って書いてあります。じゃあね、早速ね、どれからいこうかな。まあ最初にね紹介した、じゃあこちらからね行ってみたいと思います。果たしてどんな味なんでしょうか。あのねちなみに辛いやつって一回食べるとしばらくね舌が辛くなって何食べても辛くなっちゃうっていうね特性があるために、今回はね1日1個ずつね検証していきます。じゃないとね舌が戻ってこないんでね、それ戻ってきてからね全員の第三者的なね感じでやっていこうと思います。じゃあ早速食べてみよう。はい、じゃあね、ちょっと早速ね、袋を開けました。あ、やべ、変な風に開けた。やばいっす。ああ、こうなってんですね。こういう感じで。やっぱね、スープの素があります。これは一緒に入れるやつですね。あ、液体スープもね、ついてますね、これ。あ、これも辛いのかな？辛いのかもわかんないです。これは多分ね、後から入れるやつだと思いますね。上に乗っけといて。早速ね、お湯入れましょう。
ゴミがね、結構すごいですよ。はい、ゴミ入れます。出してどんぐらいから、あ、火薬入れるの忘れた。ちょっと火薬も入れておきます。あ、これがね、すでにもう火薬にね、からしが入ってる。火薬にね、すでになんか唐辛子のようなものがね、見えますね。これ多分唐辛子ですね。お湯を入れましょう。どんぐらい辛いのかわかんないけどね。これちなみにね、一般人の朝飯です。まだ食ってないですよね。はい。まあ、これぐらいですね。お湯入れて、あとは蓋閉めて、液体スープ乗っけて、じゃあこれでちょっと待ちまーす。じゃあね、そろそろね、3分ぐらい経ちましたね。じゃあ早速これ入れてみましょう。あー、もう匂いがね、匂いがすでに辛い匂いがする。あー、なるほど。こん。あー、揚げ玉が入ってんだね。ネギとかね、入ってます。ちょっとね、スープ入れます。ちょっと開けるとこまでね、片手ちょっと。はい、じゃあね、これ開けました。じゃあ入れてみましょう。あー、これがね、また、辛そうなスープ。ラー油入ってるね、これ完全に。ラー油入ってますね。辛そうだ、これは。ラー油もね、辛いし、さっきのね、唐辛子も辛いんでね、ダブルパンチのような感じですね。早速ね、いただいてみましょう。一応ね、ちょっとね、やっぱり混ぜます。しっかりね。でも多分売ってるやつなんで、そんな食べられないほど辛いっていうのはね、多分ないと思うんですよ。食べられる範囲でうまいような辛いようなって感じだと思うんですよ。予想でなんですけどね。だけどね、ちょっと食べてみましょう。あー、でも結構ね、美味しそうです。じゃあ早速ね、これいってみたいと思います。赤からラーメン。名古屋のね、名古屋名物らしいですね、赤から。あ、味噌とかね、あるかな、ね、これ辛いのかな、あんま名古屋行ったことないんでよくわかんないんですが、多分。じゃあ行ってみましょう。通り過ぎたことぐらいはかもしれない。うん。うん、うん。うん。あ、大丈夫。うん。やっぱね、うん。まあ、辛いとはいえど、やっぱ旨辛ですね。まあ、しかも食べられない範囲じゃない、これは。これはまだね、いけます。うん。うん。このね、唐辛子の部分を噛むと、まあね、たまに辛いことはある。確かに。この赤い部分、これ。見えるかな？これです。これをね、噛んだときは結構辛いです。確かに。ただ、それほどね、胃が持ってかれるとか壊れるとか、そういうレベルではないですね。普通の、美味しい辛さです。うん。うん。全然うまいです。やっぱね、これぐらいがちょうどいいですね。辛いっつってもね、あんま辛いとね、あれだ。うん。というわけでね、このやつはね、普通の辛さっつうこともね、わかりました。食べられる範囲のね、美味しい辛さです。皆さんもよかったらね、赤からラーメン、買って食べてみてください。じゃあね、次、残りのやつはね、ちょっと後で検証します。というわけで、皆さん、残りのゴールデンウィークも楽しんでください。また会いましょう。バイバイ。朝飯うまいな。はい、ちょっとね、さっきバイバイやっちゃったんですけど、やっぱね、スープ後から飲んだんですよ。結構ね、うん。やっぱね、スープ自体は結構辛いです。麺はね、ちょうどいい感じなんですけど、やっぱりね、こっちのスープの方はね、やっぱ辛さがね、かなり残ってます。うん。やっぱスープは辛かったです。じゃあね、そういうわけなんで、今度こそバイバイ。